オアシス・オアシスとは、砂漠、ステップなど、乾燥地域における緑地。直接的な語源は古代イギリシア語にあり、ヘロドトスの歴史に見られる。ここでは、リビア砂漠に存在した諸都市の名とされている。この語は、さらに遡って、おそらくは古代エジプト語の借用と考えられている。近代ヨーロッパの言語はいずれもオアシスに近く表記、される。英語。 オアシス、アイシスオーエーシス、フランス語、オアシス、アジースオアジス、ドイツ語、オアセ、オ a エゼットオアゼ、イタリア語、オアシ、アジオアジなど。オアシスには、泉性だけでなく、河川や雪解け水を水源とするオアシスもあり、校舎の方が大規模なオアシスを形成する。さらに、井戸などによる人工的なオアシスも存在する。農業が可能となり。 集落が形成されることがあるほか、通商路の経由地ともなる。対象は、水と食料を補給するためにオアシスを経由しなければならなかったため、クフラなどのオアシス都市は、サハラ砂漠の南北及び東西交易において重要であったし、中国とヨーロッパを結んだシルクロードのルート上にも多くのオアシス都市国家が存在し派を競った。世界最大のオアシスは、 ナイル川の河国及びナイル川デルタ地帯であり、22000平方キロメートルある。展示で一個の場所を意味する。地下水は地表面からの蒸発と植物体からの蒸散によって大気中へ放出され、同時に蒸発の鮮熱が失われる。熱源は気温及び地表の温度であることから蒸発量が多ければ多いほど気温と地表温度は低下することになる。 すなわち、オアシスの水量が豊富なところほど、オアシス周辺は涼しくなる。ここで、東温線を引けば、中心部を最も低温とし、オアシス周辺を同心円状に取り巻く形を取る。ことから、高温の乾燥地帯に、島のように涼しい地帯が浮かんで見える。これを、クールアイランドという。クールアイランドの効果は、天然のものでも、人工のものでも同じである。 砂漠での人間活動のほとんどはオアシスに集中し、乾燥地域での一人当たりの用水量は、湿潤地域や半乾燥地域の一般的な地域の4から7倍と言われている。月外済み角の農業開墾や放牧、滝木の採取、水資源の不適切利用、工業化や都市化などのオアシス環境への影響が指摘されている。ありがとうございます。